げました。よし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 、いける。ハイピンだから結果が上がってるからね、気をつけよう。OK OK OK、 もうそこを見極めるしかないな。いけいけ、よし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 、でかい。全財でアウトを取ろう。はい、皆さん、4月1日、いよいよ今日から新年度がスタートですね。4月といえばやっぱ桜ですよね。で、今回は桜吹雪というオリジナル変化球を持つ全財を使って、いきたいと思います。で、全財ですね、まあ、軽い球なんですよね。で、あの桜吹雪もまあそこまで変化量大きくないんで、まあ、WBC パープロだとまあ基本的にね6の3なんで、まあ、めちゃくちゃ打たれると思うんですよ。で、しかもまあスタミナ1しかないんでね、まあ、中継ぎ抑えで使うと、まあ、1球でスタミナ0になっちゃうんで、まあ、なんとかアウトに取れればいいかなっていう感じですね。で、一応まあスタミナボーナスがつく、先発で、起用して、まあ、なんとか桜吹雪を使ってアウトを取れるように頑張っていきたいと思います。では早速やっていきましょう。ああ、宮本明神絶好調。あ、絶好調引きやすいよね。一人だけ二軍にします。ですが、まあ、今回使いたいのは全財ですね。だいぶ全財行ってくれ。ですね、これ二軍の設定ミスってたくさ、甘く見てはいけません。ちょっと下位打線クソ弱いけど、まあいっか。ただまあ全財でどこまでいけるか。まあというかはね、ワンアウト取れただけででかい。山手球場です。左のまずは1回の表、まずバッティングね。山口絶好調、やば。初球打ち抜けた。 WBC パープロね、もうすぐね世界大会がね予選が始まるんで、結構ねまあみんな投げました。見送ってストライク。第3球を投げました。一つ外したボール。次は4球目。一塁ランナー出た。あっとヒットエンドランをかけた。よし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 。一塁ランナー一気に三塁。6を3なのに、あの普通にミートするからね。成功です。先攻チーム先制のチャンスを迎えます。タイピンだから変化量上がってるからね。気をつけよう。投げた。オッケー。強烈。いった。オッケーオッケーオッケー。大体ね、ちなみに WBC パワープロって、まあ、公式大会も、まあ、スイッチでやってるんで、まあ、スイッチでやる人が多いんですけど、ちょっと今プロコンもね今持ってないんで、今やべ、打ちました。千代姫掴んだ。今ちょっとプレステでやってます。バンガードいい当たりでしたが、セカンド正面。いやー、この起用と不調がどう響くか。第2球投げた。うわボール球か、これ。うまっ。第3球を投げた。決まったストライク。バッター追い込まれました。フォークが強いんだ、やっぱね。ロックオンがね途中までしかついていけないから。投げた。オッケー。ライディですね。一応ねこのゲームで先行コールドがあるんで、10点かな。投げました。フォークはストライク。やっぱこれ。第2球。裏だと7点だった気がする。投げました。オッケー。ビート G パワーへっていうとんでもないロマン法を投げました。いや、それ入ってる、ね、インドへ。ここの見極め、見極めが難しいんだよな。投げました。OK。低め。第5球投げました。アップでよく引っ掛けた。さあ6球目投げた。シャイ。OK。やばい。伸びる。まだ伸びる。まだ伸びて場外への飛び。第9セティーヌはちょっとミートかな。投げた。低めいっぱいストライク。入ってるか。第2球投げた。打ちました。いけろ。いや、千代姫は、よしよしよし、千代姫は甘く見るかい。セティーヌいいバッティングを見せました。バッターは8番小平投げた。危ない。あ、阿部日だからな、ちょっとミートでいきたいかな。投げた。ボール。オッケー。ピッチャー交代か。はい。山口やべえ。第9投げました。初球待ってストライク。おお、初見殺しすぎるぞ俺。投げました。
ボール、オッケー、3ボールね。ストレート来るか、投げました、うわ入ってる、奪三振で変化量86、投げました、オッケー、低め外れてフォアボール、フルカウント、さあ野球うまそう、第9、投げました、やばい、初球打ち、ああ、月2コースだ、破った、まああるあるですね、まあこれもパワープロです、野球マン3号ナイスバッティングです、先行チームなおもチャンスが、めっちゃ曲がる、やっぱタイピン A だから変化量9、第2球、97か、スローカーブ見送って、ちょっと変化量はね9まで反映されますから、第3球を投げた、じゃあやっぱこれ阿部秀なんとか、次が4球目投げた、三振めっちゃ落ちる、先ほどヒットを放っている鏡、うわやばいこれ、ていきましたがかすっただけ、第2球見送ってボール、投球は3球目投げた打ちました、やばい、しかも脱三振、4球は打ちました、いやーいけろ、行ったか、どうだ、いけ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 、今生きろって言った俺は、中継、なんとかこの回7点目、7点なんで裏でコールド圏内、先行チームなおもチャンスが続きます、やべえ、おい全然投げる前に終わった試合が、まあこれもパワープロです、いややべえ、ちょっと全然使ってる場合じゃないぐらい、とんでもない強者が現れたんですけど、まあ全然できたと思います、全然耐えられるか、まあ多分耐えられないんですけど、あ高校でした、右のさあ注目の立ち上がり、先頭バッターは大田、許された、まずは入れてきました、投げた、ボール、第3球を投げ、いけ、よし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 、ストライク、次は4球目投げました、よしよしよし、相手 S 級だぞこれ、もうピッチャー交代です、もう両親でいきます、はい、高校チーム第9球、ミオストレート見送ってストライク、急にちゃんとやります、投げました、インコース低め、対ストライク、もう追い込んでいます、投げました、一つ外してボール、第4球は打った古代ボールを使った、明神がねクソ強いということで、アウト、これで2アウト、ランナーありません、はい、代打はバンガード、投げました、打ちました、ファール、第2球、危ない球、第3球を投げた、全然ナイピン出ないんだけど大丈夫そう、追い込んで投げた、投球カーソルありでやってるから全然あんまナイピン出てないけど、右のやべ、熱盛、そうこのゲームマセスターは熱盛とかめっちゃ強いんだった、第9投げた、ああ思い出した、このゲームこういうゲームだったわ、投げた、胸熱し、そうでしたそうでした、バッター追い込まれました、もうね全財とか使ってる場合じゃないですよね、ボールで桜吹雪でアウトのようにでかくね、投げました、打ちました、これでカットしてるから、決めていきます、ファール、次は5球目、球が見えない、これは大変な試合になりそうです、これでワンアウト、ランナーはありません、右バッターボックスは2番鏡、投げました、外れた、めっちゃ曲がるやん、第2球投げました、胸圧シュート、いやそれ入ってる、もしかして球種しらい、投げました、胸圧シュートを見送ってボール、スタミナエースだからさ、スタミナ削ることができるんだよね、打ちました、ただこれ落ちないとやってらんない、発射区、ああ発射区が空気読めない、2アウトランナーありません、バッターは3番清本、投げました、アウトコース高め、もうそこを見極めるしかないな、外れてボール、投げた、いけいけ、入れば先制だ、よし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 、でかい、右バッターボックスは4番、やはり清本、投げた、これで投手が消えると打たれたから、第3球を投げました、ボール球打った、オッケー、慎重に、ショートから一塁送球、あぶねー、最後送球エラーキャンセルしてよかった、あれ明神が強いだけ、でもヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。明神が強いだけの動画になっちゃったけど、でもこれ S 級から桜吹雪で空振り取れたのでかくね。はい、さあまあちょっとね前在好調でまあスタミナも一応あるんで、もう一回言ってもらいます。いやちょっと明神絶不調だけどどうしようかな。
一応入れとく。データ的には相手の方が優位の模様です。多分使えないと思うんですけど。そしてこちらの盗塁阻止はデータ的にはやや苦手と出ていますので、牽制も駆使して。これマジでミスってんだけど、ここにさフルを入れたかったんだけど。以上。桜吹雪多分高さで変化量変わるからさっきはうまくいけたと思うんだよね。お待たせいたしました。山の右の前座マウンドに上がります。まずは1回の表、トップバッターは佐伯、第9投げました。よしよしよし。決まってストライク。まずは決めてきました。投げました。よいしょ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 し。いける。ボールを掴んだ。一塁送球。しかもキャッチャーは球界の頭脳にしてるんで。バッターは2番八島。初球を打った。じゃあ。いや惜しい。取りになります。いや意外といけるか。八島ナイスバッティングです。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。タッチセーフ。第9、1塁ランナー走った。2塁送球はどうだ。さすがに読んでます。よしスタミナが多分ない。第3球を投げました。縦のスライダーボール。第4球はインローへ変化球が外れたボール。第5球投げた。よしボールを振ってくれる間はよし。なんと桜吹雪で全財右の犬1回の裏1にございました。これ快挙でしょ。先頭バッターはイザヨイ。初球打った。入るか。よしもうこれで初回コールドして全財を勝利投手にしよう。イザヨイいいバッティングを見せました。高校チーム全財に勝利投手を。はい、あっき打ち。え、取れる？取れないね。よし。二塁ランナー三塁。ワンダーマイとか久々見たわ。高校チーム。なんか帝京国際大学のやつだっけ？ゲイ。バッターは三番。さあ、清本ちゃんへ。九。投げた。アウトコース低め。これ九州か。はい。バットが空を切りました。第二球。投げた。ゲイ。宇宙間。振り遅れ。間違いない。入った。ホームラン。ツーラン。右バッター。さあ、バンガード。投げた。やっぶねー。抜けた。チェンジアップかと思ったら違う変化球だった。いいバッティングを見せました。なんかさ、ピッチャー交代か。いやなんかさ、花粉、はい、一回収まったと思ったらまた広くなってない。やべ、球を打ちました。ショートの左折り辺だった。セカンドホースアウト。もうまた鼻詰まっちゃって、もうバッターは DH の大変です。第9投げました。これ行くか。強い当たり、さらに伸びていく。やっば、これホームランかよ。あ、ここ買い出すので、ね、コツコツ行こう。第9投げました。球を押せ。ファール。141キロだな。投げました。インロー。歌舞伎カーブ。歌舞伎カーブ。第3球を投げました。カーブボール。カーブか、やべ、球種全然分かってねえわ。第4球を投げました。いい、はい、際どい球ボール。歌舞伎とパーブ気をつけよう。球目いけろ。最強無理か。ショートバウンドボールを掴んだ。やばい、全財もう一塁いけるか。うまい守備に阻まれました。スリーアウト。2回の表先行チーム攻撃に入ります。トップバッターは落合。ストライク。まずは入れてきました。投げた。よし見送ってストライク。からのここ投げた。よしいける。もしかしてアウト。コスト1、全財いけるか。東条投げた。初球決まってストライク。まずは決めてきました。投げた。いや、ここのコンビネーション強くね。小平取った。まさかの2イニングいけるか。2アウトランナーありません。バッターは6番碇進。初球見送ってストライク。スタミナがもうやばい。まずは入れてきました。投げた。よしなんと2イニングいきました。桜吹雪で全財2回の前在コスト1だぞ。直球ストライク。セティはちょっと代打出したくないな。勝ってるしな。投げました。打ちました。いい当たり。最近ダイレクトでボールを掴ん。第野球マンもちょっと変えたくないね。完全に外れた。そんなに野球マンでちょっと一発狙うか。投げました。全然飛ばねえ。ライト方向へ持ってきましたが掴みました。これで野球はツーアウトからっていいから。いやー、球があんまり速くねえ。スタンドに入りました。ファール。初球ファールから第2球投げました。打ったライドだ。いやー無理だ。さすがに全然サインニングは無理だな。3回の表
4点を追いかけます。一応いくけど先行チーム攻撃に入ります。トップバッター、いざよい、ダイレクトでボールを第1球変化球はアウトボールへ、ボール第2球投げました。さあ、やべやべやべ、ボール第3球は、まあまあまあ、ちょっとさすがに、さすがに交代かな。いやいや、よくやったんじゃない。全然輝きナイスバッティングです。ピッチャーがいないんで、明神、明神ってさ、ゼフ長でいけんのかな。ちょっとやってみよう。第9球オストレート見送ってストライク、いきなり157キロ、一塁へ牽制球を送ります。第2球インコース高め、ミオストレート外れてボール、投げました。ミオストレート空振り、追い込んで投げた、ボール第5球投げた、よし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 、すげえ。明神絶不調で待ってる。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。一塁牽制、一塁タッチセーフ。第2球投げた、低いボール球打った、ショート右へのライナー。というわけで全財意外といけました。ぜひ皆さん全財チャレンジやってみてください。